はい、こんにちは。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。学術論文紹介サービス、リサーチセカンダリーということで、5分程度で心理学の学術的な研究論文のご紹介をする、そんな動画のシリーズでございます。今回のテーマはですね、雑感心理学研究第91巻第、5号というふうにさせていただいたんですけれども、そうですね、日本心理学会が出している、学術機関誌、論文が載っている雑誌ですね、であるところの、心理学研究ですけれども、その第91巻がですね、手元にあるので、ちょっと見ていこうかなという感じです。今回はですね、原著論文として3本、研究報告として1本、展望論文として1本掲載されています。原著論文はですね、陰徳情報検査における生理変化の時間的推移というものと、